日は通訳をお願いしています、加藤隆さんとジョンさんです。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。はい、では続きまして、アクティブミュージアム女たちの戦争と平和資料館マムの館長をやってらっしゃいます渡辺里奈さんにお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、今日はこんなたくさんの、多分長年朝鮮の問題にずっと関わってきているいらっしゃる人たちの前で、お話をするというのは非常に緊張、していますけれども、ちょうどお手元の資料の3ページにありますけれども、3月1日から、WAM、アクティブミュージアム女たちの戦争と平和資料館で、特別展を始めます。名前は、朝鮮人慰安婦の声を聞く日本の植民地支配責任を果たすためにというタイトルに、しました。先ほどビデオの中でパッキムギさんが、植民地支配責任を果たすためにも朝鮮学校のこの無償化配慮を、変えるということをおっしゃっていましたけれども、この植民支配責任を向き合うためにするのか、果たすためにするのか、随分議論しました。でも、向き合っている場合じゃない。果たさなきゃいけないじゃない。それはそんなの無理じゃないかっていう人もいたんです。そんなの言っていいのかとかっていう人もいたんです。やっぱりこれは私たちの宣言であると。こう今、植民支配責任を果たさなきゃいけない。という思いで、この展示を企画しています。そして、この朝鮮人慰安婦の声を聞く。という展示 のタイトルがをつけた第一の理由は、まさに朝鮮人の慰安婦にされた女性たちのパネルを今回、183枚作りました。でこのような、声を聞くという、準備をしながら、どのような、状況の中でこの女性たちは日本軍の慰安婦にされたのか、その構造が分からなければ被害も分からない、そういう思いで、その植民地支配の、とは何だったのかという年表とそのパネルも作っています。今日この、ビデオでとても簡潔に、紹介されていましたけれども、私たちの今年表では1866年から2018年までの150年間をワムに来た方がちっちゃいミュージアムなので、どこでそんな展示をしているんだと思われるかもしれませんけれども、150年の年表とその下に説明のパネルを作っています。これの中で私は本当に何も知らなかったんだなという思いを改めて強くしています。1910年から植民支配が始まったと思っていたのは、本当にそれはただ単に何て言えばいいんでしょうか、無理やりこの正当化する儀式をしたにか過ぎない。その1875年に高架島を攻撃してから、そしてその翌年に、日朝修好条約を締約させて、そして釜山を開港させて、その後の、35年ですねの間に何がなされたのかを考えたときに、それはある意味で無法のような状況の中で、さまざまな殺害も行われていたことを、学んだからです。一つ事例を申し上げますと、今日ビデオの中にもあった植民地歴史博物館の、野木香織さんに、いろんな植民地の写真がいっぱいあるんですけれども、そういうのっていつどこで撮られたものなのか、どういう状況なのかがあまり書いてないものが多くって、これで何年のいつ頃なのっていうのをこう30枚ぐらい写真をコピーして、検証してもらうという手続きをしたことがありました。その時に、やっぱりそのどんなひどいことがあったのかを、伝えるための、例えばその火にくくりつけて、殺害されている場面とか、首、たくさんの殺害の場面があるんですけれども、その殺害の場面というのはほとんど日露戦争の頃のが多いんだよね。つまり1910年より前
に、その中で朝鮮半島、朝鮮に行ってたくさんの人たちを殺していた。その中に私が発見したカナダのジャーナリストが書いていた1905年か6年の写真ですけれども、そこにはその、まあ、日露戦争の時にたくさん、まあ、鉄道を引いていたんです。あの鉄道っていうのは戦争を遂行するために鉄道を引いていったわけですから、その時にその農民たちが自分たちの土地をその何もその対価も得ず鉄道を引かれてその取られてしまう、そのことに対抗して鉄道を剥がそうとするわけですよね。そのことはものすごく重罪なの、重罪と日本は考えているので、最後に全て銃殺です。その銃殺の写真に英語のキャプションが、この農民たちは鉄道が敷かれて自分たちの土地が奪われたのでそれを抗議するために言ったら射殺されたって書いてあるんです。そういうことが1910年よりも前にたくさん起こってた。そしてそういう1910年よりも前の方がそういうものが多いんだというふうな事実を私たちが知らない、まあ私が知らない、知らなかったということなども含めて改めて、学びの、毎日であります。で、そのような、本当に学び直しの機会を私としても、たくさんの日本の人たちに一緒に学ぶ機会に参加していただきたいと思って、このオープニング3月2日には女が問う日本の植民地支配責任という、シンポジウムを、予定しています。そこには先ほどビデオにも出てきた、植民地歴史博物館の乃木香織さんと、孫玉徳さん、朝鮮の、性売買交渉性の研究では本当に地道な、研究をしていらっしゃる方です。それだけ乃木さんが韓国にいて親日という非常に難しい、非常に、大事で難しいといえばいいのか問題をどうやって日本の人に気づいてもらえるか、その準備を今してくれていると思いますし、孫玉徳さんは例えば先ほど、ユンガンスンの、話がありましたけれども、そういう抵抗の何て言うんでしょう、こう女性像がどんな風に韓国の中で作られてきたかというジェンダーの視点からの三一運動の検証というのも一緒にしていただくことになってますので。ぜひ、ご参加いただければと思います。これから1年間この展示やる予定なんですけれども、本当に改めて学び直しながらたくさんの人と日本が何をやってしまったのかということをまず学び、そしてその上で今本当に何様なのかというような日本政府の態度を、変えさせていく、動きを作っていきたいと思っています。今日はありがとうございました。